リドルダービー。よっ。二次会文化に割と参加したことある桜幸雄ラインが。よしよし、ダメだよ。よしよしよし。こいつバロだけやなマジで。はい、ということで始まりましたリドルダービー。よっ。来ました。まあ急にねリドルダービーとは何ぞやって思ってる方も多分多いと思うので少し説明させていただきます。このコーナーは、リドルオーダー所属メンバー同士でとあるゲームで競ってもらった動画を見ながらその順位を予想しようという、まあダービーですね、はい、競馬みたいな感じで予想しようというコーナーです。もろそうではあるよね。で、今回の走者はこのメンバーです。アジャ、サクラ、高木、ゆきお。この4人で、まあ、みんなも知ってるミニゲームをしてもらいました。で一応3つミニゲームをしてもらってそれの順位予想っていう感じでするんですけど一応ねあの景品とかも、うん、はいはいはい、はい、1位景品用意してあるので、はい、全力で予想してそうだね楽しみだねやってみてください。毎回のこういうの。はい、そして、今回やっていくゲームはこちら、はい、第1レースゴルフイット第2レースギャングビースト第3レースジオゲッサーということでジオゲッサージオゲッサーマジ意味わかんないんですけどちょっととりあえずゴルフイットから 1,2,3,4 位予想するんですよね。そうですよね。はいはい、オッケーオッケーオッケー。じゃあもう予想しちゃっていいんですか。予想していい。ゴルフイットがうまい順に書けばいいですよね、この中から。そうよね。まあでもゴルフイットはやっぱり経験者が勝つゲームやと俺は思ってるんで、まあ、二次会文化に割と参加したことある桜幸雄ラインが結構強いんじゃないかなって思ってる。なるほど。一応邪魔できるルールだよね、さすがに多分。邪魔はできると思う。そうだよね。まあ確かに高木が諦めて荒らしまくってるわこいつ。俺高木4位に入れます。俺高木がいじめられる読みなんだよな少し。そこに食らいついてっけ。いや俺はなんかなんだかんだ幸雄がガチプレイして勝つ予想できるから。OK 俺もできた。はい、はい、ではオープン。ドレン。お、これ確かにちょっと怪しいな。あ、4位高木一緒。俺4位高木です。まあ高木が硬いでしょう4は。なるほど。多分あいつゴールする気ない。確かに分かる分かる分かる、うん、こういう時そうやねんな。いや、俺は高木とアジャがじゃれ合って最終的にアジャがポンコツになって4位で、はいはいはい、でも上下でちょっとボケつつさくらゆきおで行くのかなっていう。あ、でもそこ一緒だね。ゆきおさくら一緒やね。俺はさくらは二次会参加率が高いから、うん、過去にやったことあってなんだかんだ1位じゃないかなっていう。なるほどね。で高木はアジャと仲いいけどアジャ行くの思んないから幸雄をターゲットにしそうっていう。なるほど。ちょっと絡みあるからね。はいはいはい。っていうのがあって幸雄がここで、でアジャは何の取れ高もなく2位そのまんまそのまんま普通に後ろ追っかけてそう。ただ若干 PS がさくらに劣って終わるみたいな。そうそうそう一番しょうもない2位ね。お前は、まあ、俺は幸雄。幸雄多分全部ゲームうまいから。あーそう、本当に怪しい、ね、まあでもなんか無言でゴールするイメージあるんですよね、こういうの。あ逆のボケです。逆にね、逆宅ボケね。そうで、まあ順通りにさくらが普通に勝ってアジャと高木が足を引っ張り合う。うん、なるほど。一緒だね。じゃあちょっと見ていきましょうか。お願いします。それでは VTR お願いします。なんかさ、体が重い時ってさ、ケツの穴痛くなんない、うん、ケツの穴痛くなんないな、別にちょっとわかんないな。終わってないこいつ。ケツ穴の話から、うん、じゃあ、始めるよ。はい、スタート。高木が仕切ってんの何なんだよ。始まった。あ、来た来た。で、これも入った順番。あれ、アジョ入った順番で見たよ。えホールイン。ダジュってか、これは打数かな。打数打数打数。ほら高木だけ1回も動いてないこいつ。そうこいつやってるんや。高木がこれ一発で入れたら1位。ボケてるボケてる。おいすごいね。
え、でもうまい、え、いけそうじゃん、いけそうじゃん、うわうまうま、ドンピシャやん、いやいや、ここ、いや、ここ、こっからや、こっから、こっからあー、もう無理だ、うわ、斜め行くか、それ真ん中行かんか、ほら、ほら、ゆきおが淡々とやるんだよ、ほら、こういう時にほらあいつ、そう淡々って、そう、ゆきおこういう時に淡々とやるんだよ、で、アジャが下手な、俺、アジャ4位だから、いや、その順位よ、早く行けよ、高木、いや、お前行けって、アジャやばい、アジャは普通に下手なんだよな、アジャバリ下手やな、こいつバロだけやな、マジで。あー、しかも、いや、これ、これ俺ちょうどいいぞ、あ、いいぞ、入った、9、待って、アジャ9、何してる、え、こいつ、アジャ何してる、下手くそすぎる、ちょっと待って、来たんじゃん、やばい、よしよし、やばだよ、よしよしよし、え、待って、うまくね、黄色誰、ゆきおくん、まあ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 、埋まるでしょ、この差は、正直こんな下手だと思ってなかった、みんなが、うわ、俺ここ結構沼っ、よしよしよし、誰だ、俺のこと吹っ飛ばしたやつは、高木、あ、ごめん、さくらさん、高木落とすね、そいつ下に落とせ、おー結構お前それ自分の首絞めてるからね、一つ言っといてやるけど、沼れ、全員沼れ、ここでいいぞ高木、おい、あいつ待って、買われてるって、アジャについに、はい、でやっぱお、さくら、これは納得は、さくちゃんいいんじゃない、ちょっと、1位か、2人が、2人結構上位だもん、いや、ありがとう、おい、これ思い出した、これ妨害すると打数が増えるんだよな、勝手に妨害した側が、だから高木、やばい、高木が来た来た、いいぞ高木、やれやれやれやばい、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 やるなよ、めんな、高木中に、ゆきおが下がっていってどんどん、ずっとこれやる、終わったんだけど俺、あ、そうか、12打までとかか、あと20秒、ゆきおくん、ゆきおくん、あと20秒ね、やばい、時間もあるのか、これでスコアは、はい、アジャズ、うわ、ゆきおがずる、アジャ1位、アジャ1位になった、アジャ1位、いや、でもさくらはね、なんとかなるはず、やばい、高木、もうちょい頑張れ、アジャよりは頑張れ、ゆきお、もういけ、マジレスしろ、どうやってそれ上行ってんの、そうだ、ゆきおはマジレスしろ、え、さくら、もう行ったぞ、パー、楽です、さくら、こいつ、シンプルに、もしかしてゴルフィットがうますぎる、ちょっと待って、え、なんか高橋邪魔しようとしてる、あ、やばい、絶対邪魔す、あー、危ない、お前、打数増えただけでは、仲良くしよう、仲良くしよう、おー、えぐい、あー、いいよ、ちょっと待って、高木がユキオを狙いすぎてる、あ、あ、あ、ラッキー、入ってる、最悪って何、お前が、うわ、でもやばい、俺かなりいい順位、なんで、アシャが一気に下に行った、うわ、今ので結構来たな、待って待って、何ここ、押せ、あ、出た、ここ、アジャ邪魔しようとしてんの、これ今だ、今だ、うわ、やばい、荒らし出した、高木がまた、いや、でもさくら、マジでよ、高木いいね、高木、今よく、いや、じゃあこれもう、雪はゴールしてんのか、そう、だ逆転あるよ、お前、やっけな、マジで、アジャがいい、ビリになってくる、アジャが荒らせ、アジャ、さくら狙い、えぐい、おい、待ってくれ、さくら6か、まだこれでもまだ、全然、超えたんじゃない、でも、雪は、えぐい、あ、いや、ほら、雪来た、今、俺、今、俺、アジャ、え、お前の、今、俺、今、全く一緒。必勝。みんなそっちだったね。うわ、雪よ。うわ、雪よ、おもんね。おもんね、お前。トロロトロロ。雪よ、見え始まった、これ。雪早く入れろ、お前。いや、もうさくらは端っこで用意してる。場が荒れるのを待ってる。惜しい。お、雪よ、早く行け、お前。シンプルに下手。うわ、こいつ取れなくて狙うとしてる、回を重ねることが分かっていいな、こんなに下手だとは、下手とかじゃない、荒らしてるだけ、いやでもほら、こっちに下がるじゃん、あ、入ったのか、アジャ邪魔、日本で勝利諦めてるもんな、高木はな、アジャもトロールしようとしてる、雪を待ってトロールしよう、マジでしよう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 、なんだよそれ、シンプルにいいよ、あ、いいよ、雪を、いいよ、雪を、雪を、何したお前、もうゴールでいいよ、お前は1位を狙えよ、お前、俺られた浜ちゃん、そう、おっ、おぉ、ゆきおくん、ちょっと、ゆきおくん、やばい、ゆきおがやばい、取れなきゃ気にしだした、やばいな、やばい、よしよし、ゆきおくん、ゆきおくん、こいつ取れなきゃ気にしだした、いや、熱い、これ熱い、かなり下競ってる、やばい、上も競ってる、ゆきおくん、あ、終わった、あ、まだか、まだある、まだ18位ぐらいまであるかな、あと3ホールや、いいよ、ゆきお、さくら頑張れ、お、いいよ、さくら、もうゴールしろ、ゴールしろ、ここ難しい、うますぎだろ、お前、ゆき、いいよ、ゆきお、上行った、やばい、高木がクイーンしてる、下手すぎだろ、お前、ダメなんこれ、いいじゃん、
文句を言ってます。大してだな。あと3ホールだ。え、お、上吸ってる、雪吸ってる、上吸ってる、やばい、最終ホールにもつれ込むのこれ。いや、せめて雪男と桜は俺当てたいな。今はじゃん、やばい、だいぶ差ついてる。これ今、俺全く一緒。あ、すごい、すごい、お前全く読み通り。すごいな。まあ、うわ、雪男はゴールしてる。雪男はうわ、してないわ。やばい、雪を頼む、お前ここで沼まるか。いや、マジで沼まる。うわー、やばい、沼まれ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 。だけお前邪魔そうだ。雪を頑張れ。いいね、今だけお前ちょっとめっちゃいい精神を感じるわ。こいつ勝とうとしてるな。ちゃんと勝とうとしてくれてる。うわー、これやばい。あ、やばい、あと5打でこれ苦手な9ストローク。待って、よし、やばい、よし、待って、俺0ポイントの可能性できた。やばい、雪を頑張れ、マジで。わかるけどね、これビッターラルなんだ。苦手な人にとことんできない。よしよし、どうだ、どうだ、同着。え、同着じゃね。でも同着だけど、同着ってルールは、でもなんかルールでは、あ、そう、同着か。1、1、2、3、こんなん予想できるわけねえじゃん。ふざけんなよ、こいつら。これはじゃあさ、分かった、これはじゃあ1位2人でじゃんけんポンで決めよう。あ、なるほど、じゃんけんね。まあ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 、これで雪男が勝ってくれれば俺1ポイントだし、入んなかったらマジで違う。で、雪男が勝ったら俺がもう全当て、全当て。確かに。いやいや、もうそういうルールをゴルフイットが作ってるから。じゃあ、そディスコードじゃんけんする。雪男がじゃんけんすぎる。あ、俺が言ってあげようか。だ、ポンって言うから、パー、チョキ、グー、2人で。めんどくせえ。この司会終わってます。最初はグー、じゃんけん、ポン、チョキ。負け、よし、さくら勝った。え、さくら勝った、さくら勝った。あれ、俺最下位。あ、そうっすね。そっか、そうなりますね。負けたら最下位。入れ替わって1位さくらさん、2位アジャ、3位オリン。おい、こいつ、どういうことだよ。どういうことだよ。やったの、1位のリーダーとなんでだよ。めっちゃ引き、そうはなんねえだろ、ルール。なんで最低になんだよ、ユキオが。それ予想つかないって。ふざけんなよ。終わったし。終わるんだ、マジで。いつ終わった。嘘だろ。え、じゃあ、ちょっと、見返すと、俺は0点。俺、0点だ、俺も。俺は7ポイント。いや、こんな0点になるんだろ。いや、これ読めないか。読めるわけ。この高木の暴走読めないか。ここも読まなきゃいけない。なるほどね。なるほど、なるほど。そこも読まないといけないのか。順位がずいな。みんな決めてんだな。あ、俺3位的中してるわ。これさ、もうさ、最後まで応援するだけ無駄やん。それは。はい、続いて、ギャングビーストの予想に行きたいと思います。はい。はい、ギャンビか。でも俺なんかここで高木が出てくる可能性は結構ね、あるんよな。逆にね。逆にでも雪男かな。違うんだよな。でもやっぱ純粋プレイは雪男がうまいわ。まあ確かに。でもこのゲームは殴る系なんで。いや、俺高木行きます。いや、そうよね。もらいました。でも俺はさっきその理論を立てたら意味なかったから、高木を下にします。1位がまず高岡から、俺雪男、アジア、桜、高木です。まああるね、その順。まああるね、これ。俺は高木とアジャが結託すんじゃねえかの読み。ああ、なるほどね。コロールで結託して、ね、雪男とザイツが1位だみたいので、まあこんな感じの1、2、3、4、はいはいはい、はい、俺は自分が立てた予想の逆をいきましたもん。なるほどね。逆張りでさ、逆張りね。反転術式ある。じゃあ本間は高木、雪男、さくら、アジャ。そう、アジャが最下位で高木が1位かなって思ったけど、そこを反転してで真ん中も反転してって、もう何も信じない。はいはい、はい、そういうのもあるよね、はい、当て方に行きました。オッケー、じゃあちょっと長いっぽいんですけど見ていきますか。ちょっとまったり見ましょう、今回。はい、ちょっと俺にかけてくれたボドカのためにも頑張るわ、俺。ヤシンさん、頑張るからね。かけてない、絶対かけてない。ボドカ俺にかけるよ、絶対。おー、合ってるじゃん。合ってる、合ってる。待って待って待って、よし、まずは仲良くしよう。おい、待って待って待って、仲良くしよう、シンジさん。でもさ、これさ、左上にいね、シンジさん一人で。あいつ頭いいな。あれ行こう、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 あれ行こう。あ、つかんでる。シンジさん、ついてきますよ、いつまでも。高木、高木尽くしてるよ。え、あ、溺れた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 んじゃない。あ、お、おえぇ、ー、えぇ、ー、ほら、高木だよ。高木が勝った。あれ、雪は、え、なんか潜ったんだけどさ、奇跡的に出れたんだよ。なんでだよ。めっちゃいい作戦思いついた。シンジさん、
仲良しましょうや。いつも分かってんの。高木、違う。新人、新人。やば。水が飲むぞ。
あれこれアジャ、アジャか、アジャか、アジャか、しがみつけアジャ、おお、やっと1点取ったよ。いやまあまあ俺はアジャ買ってくれて嬉しいからね。みんなアジャは、みんなアジャは結構ね、これ今いけてんの高木、これあっちなんか落ちてきた、何これ、新人落ちてきた、あーなるほど、それで床が入っちゃうんだ、これチンチンだよね多分、危ない、危ない、まあチンチンではあるか、これよりなんぞんなところだ、あばあちゃんスルリと、やばい、なんでアジャだろ、ほんとにやばい、この二人待ってたら終わる、ちょっとやばい、高木が気持ちいい、こいつはアホなんか、なんでだよ、1位になれねえだろ、うんち3勝よ、あー高木がマジで弱いな、あーじゃあもうマジで弱いな、これガチの症状、弱すぎる、あの2人、あ、よくよくスプレーないよ、さくらだからやったことあんねんな、これこれ、あ、やべえ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 、高木いけ、うまい、うまい、裏切んなって、マジで、バカすぎる、突き落としたぞこいつ、え、これやばいな、これやばくね、これくらい勝ったら終わり、勝ったら終わりだけど、多分勝つでしょこの感じ、あーやばい、あー耐えた、落とすのむずいか、ね、じゃ頑張れ、頼むな、じゃ、よし、行け行け、話がね、おーおー、よし、アジャいいぞ、アジャ裏切り者、裏切り者じゃね、こいつ、大逆転いけ、アジャ、次も自分から死んで、じゃあ自分から、自分から死んで、自分から起こしてて、なんか少年もらおうとしてる、うわ、でもここもすごい、自分から落ちろ、早く、二人力を合わせて、ね、かかってこいよ、なんだから、なんでアジャは、なんでアジャは、こいつマジでやばい、あ、やばい、終わる、これさすがに、いや、でも、お、耐えた、耐えた、あ、どっち、あ、いや、サクラや、サクラや、これアジャ、なんでしょ、これドローとか、あんねん、アジャ怪しい、アジャ怪しい、こいつ人狼すぎる、アジャやばいよね、それは違うんだよ、まあ、一回死のうよ、必ず乗れるんだよ、忠誠心をさ、忠誠心のさ、していいの、これ、俺、やばい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 、なるほどね、高木に忠誠誓ってんだ、あんまりしゃくなきゃいけないんだけど、まだお前しかもこのバグ世界一おもんないんだけど、これやばい、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 バグってるんだ、何バグってんのか、バグ具合中で、あれ、あれ、あれ、ホストだけバグってた、あれ、なんかよくあれ、ナイス、ナイス、ナイス、いい、いい、一番有給が勝つ、これ高木、ワンブイワンや、高木、お前、帰ってこい、今いけてる、俺ヘッドバック、しがみついてる、状況教えて、状況を、しがみよ、お前、ちょっとお前、ちょっと頭が何やってんの、これ、これいける、いける、このままやったらいけない、いけない、マッチョ向けばいい、俺、とりあえず高木の顔してない状態やから、なんで、どうなってんの、あまりに僕具合死んでる、さくらも、ワンチャン下の糸落ちろ、姿すら見えてない、姿すら見えてない、適当に殴ってみるべきじゃない、今掴んでる状態、ずっと、はいはい、だからあそこで殴って殴って、高木の画面、これ勝ったらマジですごい、バズり散らかしとる、いいぞ、でもヘドバンは入ってる、入ってる、入ってる、殴り合いはしてる、今いい感じ、いい感じ、なあ高木さん、自分が自ら負けるようにやったりしない、でも同点だ、同点やったけどさ、お前勝手に死んでった、こういうゲームは本当にやばい、やばい、やばい、おのおの、おのおのがやった、やばい、あれ高木が、高木一般だって、よしよし、高木の1ミリ、やばい、よしよし、高木、あ、さくら落ちた、落ちた、あ、でも戻ってくるぞ、ここ待って、なんかタコがやばいぞ、あれ、アジャ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 、戻れ戻れ、うまい、戻ってきた、ユキオじゃない、ユキオじゃない、ユキオじゃない、でもこれ5勝よ、これユキオ、ユキオが、ありがとう、やばい、今戻れるから、お前は来い、お前だけ1はないから、アジャが、あ、でも高木が早く水入ってるから死ぬっちゃったよ、絶対俺が言い方間違えてる、いや、どっちや、どっちや、これドローじゃね、登れ登れ登れ、あ、ドローもういいって、ドローはいいって、一番
形良かったのに。あやばい。なんで勝つべきやつは勝たないんだよ。やばいやばいやばい。どっちかは勝てよ。争う相手が間違ってるんだよ。なんで下位同士で争って上位同士で争うんだよ。やばい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 。いやもう決定でどっちでもいいんだよ。高木と私次第なんだよ。なんでこいつら倒しに行かねえんだよ。やばい。あ、うまい。やばいぞ、来るぞ来るぞ。バカ協力しろ協力しろ、バカ2人に注目。なんでやり合ってんだよこいつらは。キングスレイヤーでーす。いがみやってるとこ申し訳ないんですけど、終わらせに来ました。アジアが裏切りまくって高木が切れてる。なるほどね。裏切り者には仕事やつに。お前が立ち向かえよ。もろともやられるぞ。やばいやばいやばい。で、なんでそこをアジアが、なんでだよアジア。さくらを倒す。何してんだよこいつら。死んではねえのか。なんでだよ。どうなった？あ、死んでないんや。あ、高木だけ生きてる。あれ、うまくね？うまいうまい。お前。うまい。こいつうまい。ほら。終わるな、多分な。もう終わりそうやな。もうだって。ああ。え、さくらが優勝？誰もよく。誰もよく。いや、わかんってこれ。さくらやるな。ゲームの3つの人やん、さくら。え、さくら1位、2位がゆきお、3位がアジア、4位高木。ってことは、あ、俺4位的中です。俺も4位的中かな。高木だけかよ。いや、逆宅です。誰だこれ。いや、これもらったな、俺8ポイントやで。高いな。もうちょっと、もうちゃんと下手やな、高木とアジアは。いや、ちょ、マジダメだ。うん。はい、ということで最終試合、ジオゲッサー予想お願いします。チリだよね。これはな、マジでな、結構割とガチで当てに行くわ俺。俺ももうね、もう今回はちゃんと勝ちに行く。ごめん、俺も取りに行きます。かぶるかもな、これ。みんなかぶりそうな勢いである。はいはい。ええ、マジ、えお前、お前一緒じゃない。マジ、いや違う。あ、一緒一緒、めっちゃ一緒。え、なんでアジャ、ユキオ、サクラ、アジャ、高木です。俺、え、アジャは常識あるっすよ、一応。学はあるはず。常識あるけど学はなくない？あ、なるほどね。いや、この中で圧倒的な学はユキオやで。そうなの、あいつ。そう。え、そうなの。え、そうやで。学校行かずにゲームしてたイメージだけど。いや、ユキオは頭いいんよ。あ、そうなの。そう。アジャはフリしてるだけ。アジャはなんか真面目やから賢く見えるだけで、多分俺はバカ説で圧倒的バカ。いや、ちょっとこれはあれだな、この4人の関係性で出てるね、これ。ちょっとさ、さすがに同じあれだからさ、どっか取り合おうよ。じゃあ、OK。じゃあ俺、桜1位にするわ、じゃあ。あ、桜1位にする、うん、あ、いいね。ちょっと今の聞いて、ちょっと心変わりありました。アジャがバカ説。すいません、はい、スタッフからなんですけど、はい、本当にそれで大丈夫ですか？は？あの、全然あと1回ぐらい変えていただいてもマジ、なんや、やばい、マジマジかよ、ちょっと待ってくれ。え、ちょっと待って、マジで、え、そんなことある？いや、待ってくれ。え、ちょっと待って、大丈夫ですか？待ってくれ、大いや、じゃあ、分かった、分かった、俺も変えます、変えます。じゃあ、え、じゃあ、俺さっきので行くわ。逆に、俺は逆に、あ、俺スタッフが人狼説。なるほどね。うん、俺はじゃあちょっとリドルスタッフ信じます。さくら、高木、ゆきお、アジャ、アジャ、高木、ユキオ、サクラ。はい、ちょっとまあもう予想もつかない。ガチで、まあ、アジャを一番頭悪いことにしないと。じゃあちょっと見ていきますか。どうする、これで。はい、全く一緒だったら、はい、いきます。それでは VTR スタート。よっしゃ、はい、じゃあ最後、こっちのゲスター行きましょう。はい、お願いします。勝負やから、うん、早めに5問ね、5問、うん、世界大会も頑張ってね。これマジ知識ゲーだからね、うん、早くね。いやいや、これ運ゲーだから。これマジ運ゲーなんだよな、いかに最初に見つけられるか、看板を。まあ、こっちやろうな、さすがに。あ、あ、ほら、いわき、福島や。弁当かんな。いや、弁当、この米はあそこしかなくない。あー、なるほどね。高木は米から情報を。これ店をさ、Google で調べるのはありなの？やばい、高木、うわ、そうきた。え、マジか。あいつ、くせ。同じ地名があった時、嫌すぎるな、俺。なんか、覚えろってやつ、剣欲しい、普通に。
や、わかる。剣をわかれば完璧だよね。そう。やるな。だからさ、いかに剣を見つけれるかゲームなんで。そう。おい、ちょっと待って、ローカル店来た。ローカル店来た。おい、ローカル店一番当たりやん。待って、何々県立来い。何々。そもそもさ、福島違うわ。福島マジでやばい。ちげえ。確かに。やばい、情報が一個もない。これ初手から発作しな。やばい。やばい、さくらは何の情報も得ないとか言ってる。入れない。これやっぱ大通りに出た方がいいんだよね。大通りで、いやでも、じゃあ大通り出て看板を見る。奇跡に書きた。さくらちょっと近いんちゃう？高木も近い。全員奇跡に書きたるだ。おいよっしゃ。え？全然近い。近いお前。近っ。誰が近い？ゆきおとさくらがいい勝負。ゆきおとじいじしてる。足やばい。バカかも。いやそのやばい。マジでやばいね。マジでやばい。残り2秒でいわきって見つけてさ、いわき小学校見つけてさ。いやそう。いわきどこやっけ？知らん。いわきどうなってる？いわきっていう県を知らないわ。県じゃないねんな、いわきって。所定が大事。いや。あ、この団地の形はね、田舎です。アパマンショップ買いとけよな、え、ま、え、え、待って、茨城え、はい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 、やばい、いやいやいや、こっからじゃない、こっからじゃない、でもほら、もう高木玉ちゃん見つけちゃった。ほんとだ、待って、高木が茨城県を探してる、頑張って場所がわからないから、こいつバカすぎる。やばい、関西の方見に行ってる、こいつ。え、日本地図がシンプルにわからん。うん、ほら、アジャもさ、見つけたのにさ、やばい、チャンスやな、これ。全員剣は多分分かってる状態だよね。分かってるじゃん、そんな細かくいくぞ。待って、俺もう剣が分からん。でもちょ、剣が、あ、じゃもうここやな。いや、俺もうここでいいや。そう、あ、もっと特定しにたんだ。じゃあここお願い。あー、なるほどね。どう、どう、どう、なんで剣が分かんねんだ、俺。ここで、そうだよね。でも、さくらやばい。あぶね。え、さくらやん。え、さくら、さくらさんかよ。これさくらめっちゃ頭いい、もしかして。え、おい、可燃ゴミとかあるぞ、これ。これでわからんかな。可燃ゴミ、月木ね、月木はね、やばい、ガチ勢すぎる。月木は群馬、こっちやろ。あー、待って、これ都会、都会行きたいな。富士なのかな。パナソニックある、来た。ここの自治体もほら、富士って書いてあるよ。あ、静岡や。本当にやばい、富士宮。さくらが強そう。え、これどこや。富士って書いてある。やばい、静岡じゃね。ガチャで違うわね。まあもうこの辺にしとくか。いや、雪もガチャで、雪マジで終わったやつ。ほんまや、県は分かった。静岡右側。あー、遠いけどな。まあまあまあ、うわ、全然違う。いや、でも雪の方が上だ。何で分かんの。四日市ってそこなんや。うん、何も見つけられなかった。四日市市やったの、結局富士。石田県だろうな。まあね、分かる分かる。この看板絶対来たんじゃない。めっちゃ緑豊か。ただ来たんじゃない。俺県分かったかも。マジで？マジでありえんぐらい立派な一軒家建ってんだけど。分かんない。こうやってやばい、ずっと見つってる。そうだね、ジュゲッサ展開。ジュゲッサおもろいね、これ。俺やったことある、これ。おー、来た！ちょっとやりたいな。やばい、どんどん田舎に行ってる。宮崎やん。はい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 。いや、これはセンス出る。これはジュゲッサのセンス出てる。確定で。あとは何しかよ。いや、これ高木バカすぎる。宮崎県の位置が分かってない。見つけてんのに、こいつ右行ってるよ、左下。あ、なんでこいつ関東こんなに信頼してる。ここね、この辺ね。全部あったから順番出てくるでしょ。待って、大学名見つけた。来た、見つけた。いや、宮崎、これやん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 。え、ガチで満点かも。さくらやばくね。あ、でもちょっと離れてんのか。こうか。ここらへん。ここかな。この辺じゃないかな。この辺かな。これピッタでしょ。頼む、頼む、マジ頼む。ゆきおも結構いいぞ。よし、よばい、よばい、さくら、さくらやばい、やばすぎる。たまに同じにすぐに撮ってる。まあまあまあ、さすがにね。みんないるな、これ。ゆきおが一番高いんだよ。宮崎大学まで見つけちゃったよ。そうなんだよね。さくらが、さくらが一番。宮崎大学、宮崎市だよね。宮崎市まで見ちゃったら。うわ、俺これ1位取るぞ。いけるぞ。マジで高木強い。あ、終わった終わった、ガチの運ゲー。背景が変わってるもん。ちょ、待って、役すぎやろ。やばすぎ。じゃないぞ、こういう場合。それな、南米やろ、これ多分。あの、生えてる木で、あ、まあそうすんばでもない。えぇー、エグない、これ。クリックスが。なるほどね。P
PC のスペックかも俺読み込むね。わかるからね。あ、でも待って。でも開けねえってのアジャが。確かに人がいそうな方に行かないといけない。山菜取り禁止って書いてある。山菜取り禁止やったら。あ、おい待って、アジャがうまい。ケンわかった。ケンわかった。そうでしょ。なんだ。どうしぼやん、ジオゲッサーの。なんで？なんで？一個もわからん。新潟県。新潟なんや。やばいった。ドンピシャか俺。これもうね、決め打ちでパッてやって、で、秒数相手にカウントダウンさせるのがいい。やべえやべえやべえ。そう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 、カウントダウンされるから、最初の人がピックしたら。あ、ほんまに見つけないと。これがどこかわからん。短くなると見つけた人。それだよね、ちょっと、これちょっとチリ出てるわ、わからへんわ。そのルールに気づけ。だ、わかんねえ、わかんねえ、ちょっとほんまに知らん。いや、こいつはもうどこに投げてくれ。今さっきの上位って書いてなかった？入ったら分かるやん、絶対やれ絶対やれ、ナンバー絶対やれな、これ。ちょっと待って、見れないはずやで。あ、さくら見つけたんじゃない？どこ行った？もう一個前行った、もう一個前、後ろ。やべえ、これはこれはもう運ゲー、全く同じ人を持ってる。やばい、反対側だ、看板の反対側。待って、高木の決め打ち意味が分からん。北海道こいつ、やばいやばい、ピー立てなかった。高木のやつ取った、ゼロ点よりはマシしちゃった。ピー立てなかった。高木1位よ。はっ、うわ、そうだよね。なんかそっくりな気がした。うわ、わかんない。終わり、これ上位通りだな。最悪やん。え、おわり総合神社見つけて神社に全部書いてあった。何々して。でも茨城の位置わからんかったしな、高木。保護とかだってさ、あれ勝て、何の意味がある、勝って。知性のかけらもない。若木、さくら、あじゃ、ゆきよ。誰？ええ本当だ。ちょっと待って、これ結局俺が一番だよ。本当だ、高木さくら味当ててる。俺ゼロ点やって。いや俺2。いや分からんか。まあでも俺は上。でもこれ雪男予想外やった、正直。確かに雪男頭あるじゃないですか。いや、チリが苦手だったのかな。いや違う、これ他が高い。あの他のやつ、高木の決め打ちが当たりすぎ。確かに。やっぱなんか幸男は情報を見つけれてなかったの、最後多分ピンさせてなかったんじゃない？刺してもなかったね、多分。そうだから、それで1万2000になっちゃった。うわ、高木、高木マジ。ということで最終順位はこちら。無理だろ。3位アリケン1ポイント、2位シンジ2ポイント、1位ボドカ13ポイントでした。高木が1位なんて誰が読めるんだよ。ということでですね、あの1位のボドカにはご褒美として。いや、ないあるの、ボドカさん何でですか。いくらまでとかあるんですか。確かに金額のあれはあるんですか。9万9999万で OK。 いやでもやっぱり今回2人とも撮影に協力してくれたんで。そうだよね。この3人でご飯行った時の飯代でどうですか。あ、いいね、よし。むしろ高くつくよ。いやでも、でも意外とじゃない。まあ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 、その9万とか払うよりは。まあまあまあ、確かに。じゃあみんなのご飯代で。ありがとうございます。まあこいつらは参加してくれたね。いや、そうね、ダービーのやつらもあった時にね。そうね、一応ね。そんな、一応ね、重かったな。よく撮ってくれたんだね。はい、ということで、ストリーマー部門の今日はアリケンとシンジとリドルトーク話していきました。でリドルトークではこれからもゲストを交えて、それっぽいことなんかスタッフが考えた企画系を、やっていくと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。はい。で、リドルのことを応援してくれるファンの皆さんは一応ね、あの YouTube のコメント欄とか X とかのハッシュタグでリドルトークをつけてやってほしいこととか、まあいろいろ感想とかを、書いてポストしていただけたらリドルメンバーあの検索かけてみると思いますんで、ぜひとも今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今回リドルトーク以上でした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。